東海自然歩道の起点東海自然歩道は、東京都八王子市高尾の明治の森高尾国定公園から、大阪府美濃市美濃の明治の森美濃国定公園までの11都府県約9市町村にまたがる長さ 1697km の長距離自然歩道である。自然遊歩道はいくつも点在する関係自然公園の中を通過しており、 起点にある明治の森高尾国定公園や、終点にある明治の森美濃国定公園のほか、沿線には、富士箱根伊豆国立公園、丹沢大山国定公園、天竜奥三河国定公園、伊比関ヶ原養老国定公園、日田木曽川国定公園、愛知高原国定公園、鈴鹿国定公園、室上赤目青山国定公園、山和青垣国定公園、美和湖国定公園がある。 整備された同票1969年、厚生省が長距離自然歩道を作ることを提案し、1970年から関係自治体の協力のもとに整備が始められ、1973年に完成した。東海自然歩道の構想は、1969年の年頭において、厚生省の施策として発表された。各地方のインフラ整備や、 都市の過密化が急激に進められ、四大公害病等の高度経済成長の影の面が健在化し始めた当時、憩いの場としての自然を見直そうという、この構想は国民から絶大な支持を得て、以後これに倣って数々の自然歩道が整備された。東海自然歩道の企画と実現には当時の厚生省国立公園部に在籍していた。 大井道夫の尽力によるところが大きい。高生省時代から国立公園に携わり、環境調節率とともに入場した大井は、アメリカのアッパラチア山脈などで建設されていた自然歩道をヒントに、日本初の自然歩道である東海自然歩道を企画し実現した。この二つの国定公園を歩道で結ぶという企画を、契機として道中の高原や湿原、峡谷等が 次々と国定公園に指定された。観光地でも、壁地でもないが、自然の生態系が存在している区域を公園に指定した。この試みは、観光地としての意味合いが強かった国定公園に、保護リンネットワークとしての役割を持たせ、後の国定公園のあり方について、示唆を与えることとなった。コースの概略図国土地理院の二万五千分一の地形図上には、 東海自然歩道の表記が、要所になされている。江那コースさんの変コース、笠木町内の東海自然歩道さんの変の道コースと、木津川宇治市、宇治神社前、高尾山上山の登山道東海自然歩道の最高地点、姫継ぎから望む富士山大会小山から中の丸館に、ある城が、お峠鍋倉山避難小屋。ありがとうございます。